歌舞伎俳優の市川海老蔵を改め市川團十郎白猿さんが2022年1月10日自身の SNS を更新。ドレッシングから手作りの朝食を公開した。この日團十郎さんは今日の朝ごはんはドレッシング作りからと切り出し、ドレッシングの写真を公開。このドレッシングは私の中のエナジーフードと述べ、かなり上がりますとコメントした。続けてできたらサラダにかけてと完成したサラダの写真や、今日はラー油をかけて挑戦とステーキの写真も公開。最後に美味しいに決まってますと述べ、頂戴いたしまするとお茶目に綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、美味しそう、パワーが湧いてきそうな朝食、ドレッシング教えてほしいなどのコメントが寄せられている。